はい、ちょっとコメントを読んでたんですけど、ちょっとラグがあってすいません。いろいろ見逃してたり、もうすでに分岐があったりといったことがあるみたいですね。とりあえず一番気になったのが、すでに2階のマップをもう取りに行けるみたいな。もうちょっとお試しでやっちゃったんですけど、今2階のマップがないんですけど、それが取れるみたい。このね、木でできた台紙とかいう超謎なアイテム、よくわかりましたね。コメントでは、やったことはないけど、みたいな付け足しがあったんですけど、これを使って2階のマップが手に入るみたいです。一回ね、なんかマップっぽいよねっていう話しながら、結局まだ無理かなと思って、何もせずに終わったとこなんですけど、ここ、火つけるまでは良かったんだけどね。これをレリーフに彫られたラインが熱で赤く浮かび上がっている。ここで木でできた台紙を使うと、あれ、地図になる。これはわかんねえよ。もうなんかほとんど出ちゃってたよね。ここかな、わかんないところは。ということで、やっとマップが 2階のマップが見れるようになりました。ってことで、前回行かなかったとこから見ていくか。外から行きます。なんかもうすでに分岐はたくさんあったみたいだけど、仲間が前回死んじゃったけど、それもちょっと助かったシーンもあったみたい。もたもたしてたのが悪かったのかな。なかなか分岐ね、もうすでに多いって聞いてびっくり。さあ、こっちかな。ここ外なんだよね。ショットガンじゃない方がいいかな、最初は。ちょっとハンドガンにしとこう。こいつは大丈夫？あ、なんかアイテム。ハンドガンのマガジンかな？取れない。取れた。風の音が涼しい。 なんかあるよね。アイテムかな？ワンちゃん来てほしくないな。怖っ。ちょっと出会い頭なりそう。ロングナイフ。どっから取った？なに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 。わ、なんかすごい。この武器はまさか。フォレスト？また仲間。全然わかんない。死んでかなり経っているようだ。よく知ってるね。ちょ待って、これ武器でしょ。武器じゃない？グレネードランチャー。強そう。マジか。グレネードランチャーだっけ？弾はだいぶ前に取ったことがあるよね、多分。まだなんかある。ちょっと、あー、ハーブか。あ、え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 、やだー。なに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 。使うか。 こいつをお試しに。さあ、うう、え、味方？うわうわ、
ちょ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 、やばいやばいやばい。ハーブが取れない。え、これ。フォレストってやつ？え、味方？あ。大丈夫？燃やさなくて大丈夫？ BGM が止まったから多分大丈夫でしょう。前回死んだ、もう名前忘れたけど、あいつじゃなくて今回のやつがゾンビ化しちゃった。銃多すぎ。燃やすべき？多分燃やさなくていいよね。ハーブが取れないな。どうしよう。うん、無理だ。ちょっと回復したいからハーブ取りに戻ってきます。アイテム置いてね。はい、アイテム置いて戻ってきた。特にビビりもせず、なんかまた仲間が死んじゃったけど、っていうか今戻ってきた時いなかったんだけど、ここにいたよね、さっき。あ、BGM がもうなんか明らかに来るって分かってたから特にビビらなかったよね。突然来る系はやっぱビビるけど。お、探索完了。じゃあ次どこ行こう。鍵を新しくゲットしたっけ？まだだっけ？あの毒ガスみたいなのが出る部屋はまだわかんないね。もう何かできるのかもしんないけど、今のところ何のヒントも出てない気がするんだけど。あ、こっちか。行ってないの。ここな。こっち行くか。あ、こいつは復活しないの？いや、絶対復活する。違うのが復活した。うわ。ヘッドショットした。たまたま？そういえばヘッドショットについてもコメントで、ハンドガンじゃなくてショットガンができるとか、近づいたらできるとか、いろいろあるみたいですけど。完全にたまたまヘッドショットしたね。これはもう復活しないでしょ。だってでもこいつさっきのパターンで復活する気がするから、やっぱ燃やしたい。あ、燃やせなさそう。絶対復活するでしょ、これ。こいつはヘッドショットしたから多分大丈夫だね。なんで今できたんだろう。普通のハンドガンはたまたまの要素が強いともコメントありましたけど。縦の鍵ってまだだっけ。あれ、こっちってもう調べた。もう調べ終わってる。あれ？次どこだっけ？ちょっと前回の記憶が怪しい何今の？電気がなんかついたり消えたり凝ってんな。アイテムボックス見直そう。現状が分かんない。剣の鍵、あ、縦の鍵あるね。もうじゃあこれ使うか。
と一応回復用のやつ持ってった方が良くない？そろそろやばそうだよ。ハーブ持ってこう。荷物いっぱいだけど。あ、もう鎧の鍵いらないね。よし、盾の鍵で行くぞ。あそこ、よし、さあ盾の鍵を使います。お、もう必要なさそう。中ボス感が半端ないんだけど、中ボス臭がやばいでしょ。え、だってあの仲間が死んだ原因でしょ、どうせ。ショットガン構えとこう。あ、ショットガンの弾がない。この6発を貴重に。うわぁ。セーブしとけばよかったかな。なんか煙が。煙じゃなくて埃か。うわっと、音、急な音やめて。突然すぎ。帰りたい、帰りたい。もう僕帰ります。一旦帰る。あ、アイテムがある。デスマスク、逃げろ。うわ、ちょっと長。はい、帰ります。え、これでいいの？ちょっとマップも見よう、マップを。あー、まだなんかありそう。倒さないといけない。ちょっとその前にセーブしてからでいいですか？なんかアイテム取ったからもう用済みな気がするんだけど。一応倒すか。倒せそうだよね。てか、こんなでかい中ボス感あるやつ初めてじゃない？そうそうそう、やられた。あのヘビにやられたんだよね、とか言ってたよね。やつのことか。めっちゃ往復するな、ここ。落ち着くわ。あ、ちょっと待って、デスマスクまず調べよう。調べる。デスマスクだ。鼻の部分が封じられている。鼻、なんか、一番最初のパートぐらいに、なんか鼻なんとかかんとか、目と鼻と口と、なんとかとっていうのあった気がするんだけど、それ関係？焼夷弾が、あの、グレネードランチャーだっけ？ショットガン。あれ？ショットガンの弾は？あ、ショットガンの弾使っちゃったっけ、そういえば。そんな気がしてきた。じゃあ、グレネードで挑む？グレネードで挑むか。その前にセーブね。ヘビに効きそうなのどっちだろう。焼夷弾か硫酸弾。硫酸にしよう。セーブ。よっしゃ、ヘビ倒すぞ。これで、アイテム吐き出すかな。うー、音、ほい。ちょっと待って。全く。待って、微塵も効いてなさそうなんだけど。待って、今のダメージで。ポイズン。ここでポイズンか。なんだっけ、何色のハーブだっけ。今持ってない。倒そう。セーブしたし、大丈夫。上か。うわ。ちょ。使う。え？あれ？組み合わせ。
あ、組み合わせた。あぶね、びっくりした。うーくらえ。焼夷弾じゃなくて硫酸弾。あ、死んだ死んだ。死んでない。あ、死んだ。帰った。うおー、消えた。あ、なんか死にそう。ちょっと待って。あ、まだ赤色。なんか調べきれてないところがあるみたい。ちょっと待って、その前に、一応回復しとこう。ポイズンは治んないけど。調べきれてないとこがある？ちょっと待って、ポイズンやばいでしょ。どこ？どっかになんかあんの？なんもないよ。せっかく倒したのに。何も見つかんねえよ。あ、クリックじゃなかった。あったあったあった。ショットガンの弾。あ、ショットガンの弾だけ？倒す意味あったの？なんか。あれ？倒さなくてよかった？なんかショットガンの弾が見つかって、マップが緑になって終わったんだけど。うわっ！イベントが発生。あ、毒毒。血清を。血清って何の？え、倒れんの？え、誰誰誰？誰誰？なになになに。おー、いい BGM。 誰だっけ味方の名前。バリーか。バリー、バリーじゃなかったの。お、書き置きがしてない。めっちゃ運ばれたな。毒は？治った。やっぱ倒さないといけなかったのかな？イベントがあったね。え、なんもないよ。ん？バリーじゃなかったの？一番最初にいなくなった別れた人って誰だったっけ。あの人もまだ生きてるかもしんないよね。あー、 BGM 終わっちゃった。せっかくいい BGM だったのに。まあこれもいいけど。ってことで、まあなんかイベントあったし、毒も多分絶対かかる仕様だったんじゃないかな。そんな気がする。ちょっと前にしとこう。まあ回復したし、いっか。次どうすんだ。次またなんか何をやるのかわかんないけど。ここね。ここは裏側から鍵でしょ？どうやって行くんだろうな。次行くとこ積んでるかもしんない。まあいいや、終わろう。
今日は終わろう。蛇倒せたし、まあいいでしょう。はい、ではご視聴ありがとうございました。